お二人がご入室になります。ただいまより始めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。お二人よりお話があります。これからお手元に資料をお配りいたしますので少々お待ちください。それでは始めさせていただきます。現在新型コロナウイルス感染症の影響が続き大変な思いをされている多くの方々にお見舞いを申し上げます。そして困難の中にある人を助け私たちの生活を支えてくださっている方々に深く感謝申し上げます。本日皆様にお伝えしたいことがあるためこのような場を設けました。私が皇族として過ごしてきた中で抱いてきた感謝の気持ち、私たちの結婚を心配し応援してくださった方々への感謝、これまでの出来事の中で私たちが感じてきたことや結婚への思いなどについてお話ししたいと思います。これまでお優しいお導きのもと皇族としての仕事を自分なりにできる限り大切に果たそうと努めてまいりました。この30年間、たくさんの方々に助けられ、見守られ、支えられてきました。心を込めて、私と一緒に仕事をしてくださった方々に、心から感謝申し上げます。訪問した先々では、たくさんの方々が、優しい言葉と笑顔で迎えてくださいました。直接お目にかかる機会のあった方も、お目にかかることのなかった方も、私に温かい気持ちを向けてくださったすべての方々に、心から感謝申し上げます。数々の出会いが私にとってどれほど大切であったか、到底言い表すことができそうにありません。これは今後も決して変わらない思いです。私と圭さんの結婚についてさまざまな考え方があることは承知しております。ご迷惑をおかけすることになってしまった方々には大変申し訳なく思っております。また私のことを思い静かに心配してくださった方々や事実に基づかない情報に惑わされず、私と圭さんを変わらずに応援してくださった方々に感謝しております。私にとって圭さんはかけがえのない存在です。そして私たちにとって結婚は自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択でした。私は眞子さんを愛しております。
一度きりの人生を愛する人と共に過ごしたいと思っています。これまで幸せな時もそうでない時も様々な気持ちを2人で分かち合い励まし合ってきました。この度の結婚に関してご迷惑をおかけしてしまった方には大変申し訳なく思っております。いろいろなことがありましたが、眞子さんと一緒に人生を歩みたいという思いを持ち続けられたのは、眞子さんとこれまで周りで私たちを支えてくださった方々のおかげです。心から感謝申し上げます。本日まで私が公に発言する機会は限られてきました。そのために生まれてしまった誤解もあったと思います。一部の方はご存知のように、婚約に関する報道が出て以降、 K さんが独断で動いたことはありませんでした。例えば K さんのお母様の元婚約者の方への対応は、私がお願いした方向で進めていただきました。 K さんの留学については、 K さんが将来計画していた留学を前倒しして海外に拠点を作ってほしいと私がお願いしました。留学に際して私は一切の援助をできませんでしたが、 K さんが厳しい状況の中努力してくれたことをありがたく思っています。 K さんのすることが独断で行われていると批判され、私の気持ちを考えていないといった一方的な憶測が流れるたびに、誤った情報がなぜか間違いのない事実であるかのように取り上げられ、いわれのない物語となって広がっていくことに恐怖心を覚えるとともに、辛く悲しい思いをいたしました。厳しい状況の中でも K さんを信じ続けてくださった方々に感謝しております。私の母と元婚約者の方との金銭トラブルと言われている事柄について、詳しい経緯は本年4月に公表した通りです。元婚約者の方には公表した文書でも書いたように、これまでも折に触れて私と私の母からお礼を申し上げており、今も感謝しております。本年4月に解決金をお渡しすることによる解決をご提案したところ、母と会うことが重要であるというお返事をいただきました。しかし母は精神的な不調を抱えており、元婚約者の方と会うことにはドクターストップがかかっています。そのため私が母に代わって対応したいと思い、母の代理人弁護士を通じてそのことをお伝えしました。元婚約者の方からは、元婚約者の方の窓口となっている週刊誌の記者の方を通じて前向きなお返事をいただいています。解決に向けて私ができる限り対応したいと思います。解決金を受け取っていただきたいという気持ちは変わっていません。この数年間、誤った情報があたかも事実であるように扱われ、誹謗中傷が続いたことにより、眞子さんが心身に不調をきたしたことをとても悲しく思います。私の母も心身に不調をきたし、仕事を辞めざるを得ない事態にまで追い込まれましたし、身の危険を感じながら過ごしています。このような苦しい状況にあった私たちを助けてくださった多くの方々に大変感謝しております。私は眞子さんと温かい家庭を築いていきたいと思います。同時にこれからもできる限りのことをして眞子さんをお支えしていきたいと思います。幸せな時もそうでない時も寄り添い合えるかけがえのない存在であり続けたいと考えております。私たちは二人で新しい生活を始めることになります。これから生きていく中で
また違った形での困難があると思います。しかしこれまでもそうであったように、二人で力を合わせて共に歩いていきたいと思っています。これまで私たちが自分たちの心に忠実に進んでこられたのは、お互いの存在と励まし応援してくださる方々の存在があったからです。今心を守りながら生きることに困難を感じ傷ついている方がたくさんいらっしゃると思います。周囲の人の温かい助けや支えによって、より多くの人が心を大切に守りながら生きていける社会となることを心から願っております。続きまして、事前にご提出いただきました質問へのお答えとなりますが、こちらは文書にてお答えになります。ただいまより宮内記者会館幹事へ文書回答を、資料をお渡しいたします。この度はご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。文書回答をいただきました。ありがとうございます。以上をもちまして終了とさせていただきます。ここでお二人はご退出になります。ありがとうございました。以上で終了いたします。本日はありがとうございました。